豊橋駅東口1階、写真の右側に駅前電停がある。自動券売機駅前停留場は、愛知県豊橋市田町西宿にある、豊橋鉄道、東田本線の停留場である。東田本線の起点で、駅番号は、1、東海旅客鉄道、名古屋鉄道の豊橋駅前にあり、豊橋鉄道は積線新豊橋駅にも隣接し、乗り換え駅となっている。 停留場名は、駅前が正式名称である。また、第3回中部の駅100線に認定されている。愛知県道143号豊橋停車場線の平用軌道上にあり、豊橋駅ビルに並行している。豊橋駅やその周辺とは、階段やエスカレーター、エレベーターで、ペデストリアンデッキや地下道と通じている。ホームは、東端式で一本の線路をホームが、 この字型に囲んでいる。豊橋駅に近い西側のホームは校舎専用、東側のホームは乗車専用となっている。臨時電車や貸切電車に対応できるように、最大2両が停車できるようになっている。平日午前7時半から1時間程度は乗車ホームで、係員が運賃収受をするので、中ドアからも乗車可能となる。東田本線の駅では唯一、 自動券売機が1台設置されており、普通乗車券や1日乗車券が購入できるほか、IC カード乗車券のチャージ機も設置されている。駅名表示路面電車の停留所で、駅前は日本各地にあっても、駅前はここだけである。停留場名は、駅前であるが、運転士による肉声の放送では、豊橋駅前へと案内することがある。 毎年10月の豊橋祭りにおいては、駅前大通において、市民総踊りが催されるため、当日の夕方は、駅前、駅前大通停留場が休止となり、通常の駅前駅電車が、新川停留場行きとなり、折り返しの駅前始発が、新川停留場始発になる。その際は、札木停留場豊橋駅前間で、臨時バスが運行される。鉄道ファン第38巻第5号。 公有者、1998年5月、126ページ。豊橋市役所東館13階、豊橋物語館で、季節ごとに変わるアナウンスの全パターンを聞くことができる。松平健さん、地域イベントのアナウンス支電豊橋駅前電定で8日から、放送、愛知毎日 JP2011 年10月6日。ありがとうございます。